ってますね。ね、まあ、水晶だよねそれね。そう、うんうん、ちっちゃい粒粒がもうこの表面のこっちに来てるよね。そうそうそう、出始めてて結構綺麗よ意外と。こうやって見てみるとさ、ちっちゃいけど水晶いるじゃん、うん、ね、な大したことねえじゃんとか思うじゃないですか、うんうんうん、でもこれね1ミリ100年かかってるからね。1ミリ100年、1ミリ100年だから、1ミリでしょ、はい、1ミリ100年かかってね、これあのぐらいで我々人生大先輩ですよこれ。なるほどね。ってことはこのぐらい1センチで何年、うん、1000年ってこと。この辺りまだ明治維新じゃないですかね。まだね、明治維新より前かもしれないね、これね。前だろうね。まあね、こうしてみるともう興味つけないというかね、一生飽きないね、クリスタルの世界ね。飽きないね、楽しいよね。そういうふうに言う人たちがやっぱりね、一度訪れてみたいと思うね、山梨。ああ、行った方がいいね。やっぱ山梨ってやっぱもうね、日本が世界に誇る水晶。あ、これもそうだよね、山梨で買ったんだよ。買ったんだよ、映画堂っていうね、あのクリスタル、うん、たくさん扱ってるところね。買いましたよ、うん、そこでなんかね、その映画堂さんが数々のそのね、クリスタル販売とかや商売していく中で集めて、一品だけ集めているクリスタルサウンドっていうところがあるんだよね。今回ちょっとね、じっくり山梨ね。で、誰と行ったんですか。特に打ち合わせして行ったわけじゃないんだけど、近くにいたのを見つけた、占い師の、島田さんと行ってきたんだけども。島田周平さん、いや周平さんじゃないかもしれません。島田紀子さんという人と行ってきたんだけども、トノシテ文字っていう生命判断的な文字からいろいろ見ていくっていう、すごい変わった、何文字、トノシテ、トノシテ文字、うん、まあ、結構古い文字の一種だって言われてるけどね、それをベースメントにして組んでいった。どんなんだろう、これね、一回やってみるといいです。なかなか面白いと思いますんでね。そのね、トノシテ文字の占い師鑑定士の島田さんと行ってきた、クリスタルサウンド。そうね、なかなかね、うん、うちらもね、タイミング忙しくなってね、合わなくなってきたんで、今回ね、とりあえず僕はこのね、一人高橋秀樹という形で、ソロ活動のね、コーナーもいろいろ増えていくと思いますが、その第一弾ということで、うん、はい、第一弾ですね。行ってまいりました。楽しみですよ、これは。じゃあ、今から振り返りますか。ね、いいとこだよ。超楽しみだ。うん、よし、行こう。今日来てみたのはね、この水晶宝石博物館、昇仙峡クリスタルサウンドっていうのはね、ロープウェイの隣にあって、一番水晶はね、面白いもの、美しいもの、珍しいものあるんで、ちょっとここはね、見てみたいかなと思いますんで、行ってみましょう。ワクワクですね。カットがね、山梨の水晶のこのカットの技術って世界一って言われてて、次はパキスタンとか、レベル高いんだけど、でもパキスタンの人たちも山梨の専門学校に、カットの技術の修行に来るぐらいに山梨の研磨の技術は高いね。スモーキークォーツ、僕はスモーキークォーツ大好きだね。ただこれは美しすぎる、まあ、スピ的な人もね、スモーキークォーツ好きな人多いけど、暗い中に光がある、暗さの中に光がある数少ない水晶なんで、陰と陽の統合を意味してるってのがあって、クリスタルチャネリングとかやる人はスモーキークォーツ使う人多いよね。僕もそんな感じで好きです。ただ自分に合ったね、色の濃さのスモーキークォーツを出会うのが大変だね、うん、暗すぎても。これはどうですか。これはね、やっぱり中に星が入ってないんですよ。星っていうか気泡というかね、うん、そうするとやっぱり暗い中に光があるっていうところに魅力があるとすると、うん、全部が綺麗すぎるんで。なるほど、はい、スモーキークォーツならではのスピリチュアル的な使い方にはちょっと適さない、うん、でも宝石としては美しい。なるほど。そしてこれがガーネットだね。ガーネットの面白い特性っていうのがあって、これはね、オーラ相馬なんかやってる人はよく分かってると思うけどね、他の鉱物の波動を真似るっていう数少ない特性を持ってます。ラピスの近くに置けばラピスの波動を真似るし、ギベオンとか隕石系のものの近くに並べると隕石の波動も真似るっていう。だからね、その他の、鉱物の波動を増幅させる装置としてとても使いやすい石だし、まあ、あとね、古いパワーストーンとして英雄とかね、ヒーローが愛用したって話もあるけど、ただそのパワー増幅するという真似るっていう特性ではガーネット面白い石だと思います。これもね、そんな高い石じゃないんで試してみるといいかもね。さてと、これが面白いね、クリスタルスカルだ。南米なんかでね、結構よく出土されて、オーパースっていうね、なぜあるんだかわからないけども存在しているものでよく有名になってたけどね、マヤとかアステカとか、
このクリスタルスカルが出土して、まあなんかね、後々ね、歯を削ったグラインダーの跡があるとかで、まあ概ねのものがフェイクじゃないかと言われている。全てがフェイクかどうかは分かんないけどね。でもこれね、もの素晴らしいね。これはまたすごいね。もうなんか本当に、ね、水晶博物館ならではっていうかね、川中島の合戦のあれを再現したものなんだろうけど、まあ、何が水晶と関係あるのかっていうとね、実はこのね、よく見てみるとこの辺がヘマタイトで作ってあったりとか、全部これタイガーアイじゃん、ね、でこの辺がラピスラズリになってたり、全部このねクリスタルを散りばめて作ってあるんだよね。このねゴージャスさはね、ちょっと一回見に来てみるとわかるかな。でもまあ贅沢だ、素晴らしいね。うん、ぜひぜひ一度これも見に来ていただけるといいね。うわー細かいなー。スモーキークォーツいいよね。うん、俺はあんま知らないですよ。持ったことない。はい、これスピ的にはね、やっぱすごく陰陽統合の石なんで、この黒い中に光が入るじゃん。だから黒い中から光が逆に出ている、光は黒い中にあるっていう陰陽統合の石なんで、暗闇の中じゃないと光らないですよね。そうやっぱりどんな光も宇宙からの光がなかったら入らない。それが地球の鉱物の黒い中に宿っているっていうのは、見てみたいな。いやいいし、案外ねお手軽なリーズナブルもあんで。マジですか。買ってみるといいかもしれないね、はい、ガーネットもね結構歴代英雄はみんな所有して、ナポレオンも持ってますね。アレキサンダー大王も大好きだったし ね。あれカエサルは、カエサルも持ってたし、ヒトラーも愛してたっていう話があるけど、まあなんでいろんな英雄が持ってるかっていうと、ガーネットという石自体がいろんな波動を真似るっていう特性があるんで、だからやっぱりね、例えばギベオン好きじゃないですか。だからギベオンの間にギベオン、ガーネット、ギベオンって言えばギベオン3つ分の役割を果たしてくれるんで、だからそういう点でなりたい色になれるように背中を押してくれる石なんで。結構赤っぽいよね、確かね。赤っぽい、でもグリーンっぽいのもいて、これがまた、はい、たまりませんね。じゃあ買っとこう。そんな高い石なんで、一回入れて試してみるといいですよ。クリスタルスカルだね。これはやっぱりもう男子の夢が詰まってるスカルだよね。もうそうね、これとかも大好きだから、こういうの。あれ見ました、インディ・ジョーンズの最新、今の最新作、また6作目出るみたいだけど。やっぱオーパーズっていうね、もう好きだったらもうこれ、外せないものですごい、ね、やっぱり大富豪になったらいつか買うんですか。買うかもね。山梨聞いたんだよ、売ってないですかって、いろんなとこで。ちょっとお手軽サイズ欲しかったから、ちっちゃいやつ、ちっちゃいやつも結構高かったよ。あ、そう、20万しますよ。まあロックスターだからね、いずれちょっと所有していただけるといいね、でもこれが欲しかったからさ、その時は。まあいつか買うよ。はい、これね、この何だろう、普通はこのさ、オブジェとしてみんな通り過ぎちゃうんだけど、なんでやっぱりこのクリスタルサウンドにあるかっていうと、クリスタルなわけですよ。気づきましたか、佐々木さん。いや、俺はね、オブジェだと思ったよ。違う、なんで、ね、まあ、今見た感じだとクリスタルなんだね。そう、本当ね。これね、よーく噛んだやつに目を凝らしてみると、ヘマタイトとかマラカイトとかいろんな列でこう作ってあるから、で、馬のお尻とかも全部こうクリスタルもう散りばめてあるんで。すごいよね。もうやっぱりね、クリスタルをまず大量に所有していること。あともう一つはやっぱりね、地元愛があるということ。この二つがね、揃わないと完成し得ないオブジェだね。超贅沢だね。ちょっとね。やばいね。近くに行ったら、このね、ゴージャス感は。うちにも欲しいな、なんかな。やっぱりギター持ってるタスケさん、例えば。